演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちらファミリーマートのアンノイモのシュークリームを食べたいと思います。あのアンノイモは今度はシュークリームになったんですね。これは美味しそうです、うん、おお、外側は紫ですね。さつまいもらしい。ではちょっと中身を。おお、でもさつまいもは黄色だから普通のカスタードクリームとあんまり変わらない気もしますね。ではいただきます。このチーズ本当にすごいです。他のものでも食べたい。クリームと変わらないなんてとんでもない。普通入れた瞬間に安納芋の優しい甘さが口の中、カスタードクリームとともに口の中にふわっと広がってとっても美味しかったです。安納芋が好きな方にはぜひおすすめしたいシュークリームですね。外側の生地もちょうどいい感じで美味しかったです。というわけでクリームの美味しさからこちらの点数とさせていただきます。それではちょっと申し訳ないですね。蛇が住む家に雨のは降らないの。蛇が住んで幸運が来るから雨が見えているのでしょうか。でも雨も必要ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞延々。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。